皆さんこんにちは、ペソでございます。横綱物語ね、続きやっていきましょう。よいしょ。あ、来た。うん。で、なぜスカウトしたかというと、ちょっと先場所の五条さんが心配になってね、ちょっと今年いっぱいかなって思っちゃいそうにしたんで、急遽ちょっと入れました。で、名前はもう一回、もう一回ね、北山さんにします。そうしないとね、あった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 ね。で、回しをやり直しやね。まあでも、ああ、正規か、うん。で、あとはもう、なんだ、あれさえなければ、武器長さんじゃなければ OK やね。はい、では、場所前稽古参りましょう。一条さんは、こういう感じね。で、五条さん、これは上半身か、衰えたのね。で、九条さんは上半身だけど、まだ小遣いっても大丈夫やね。あと1年半以上、ああ違う、今年いっぱい伸びしろあるから1回だけやったら大丈夫か。で、塩小路さんは運び足やね。で、運び足さんで42で3ポイントで集中力だから、あとの伸びにくいゾーンで、どうしていくかっていうところですよね。うん、で、六条さんが今27歳になったんで、あと1年ね、パラはキープ。さあ、八条さんは上半身、下半身の鍛錬だね。まあ、両方とも70目指していきましょう。で、十条さんはね、もう一回ちょっと陥落を期待して、名横綱なので、今20歳だから、1年前に来場所から伸ばしたいので、ちょっとあえてこっちから入れていきましょう。66まで引き上げたらええか。で、両替さんは完成しましたね。だいぶ伸びしろ残しちゃいましたけどね。で、花江町さん、まあ、前回だいぶ頑張ってくれましたね。で、北山さんが小遣い、はい、はい、ごっさんです。まず1回目、次で、75、91かね。2回上げればあとね。はい、2日目いきましょう。本当はね、今年1年学生入れるかスルーするかやったんですけどね、来ちゃったんでね来てくれたもんはね、ありがたいんでね。まあ、五条さんが受けた後に、まあ、完全な世代交代にはなっちゃいますよね。で、九条さん、で、五条さんが抜けて、来場所いうところか。で、八条さんは上半身を引いた、しょっぱなからいいですね。で、66までちょっとフェーズを合わせていきましょう。で、両替さんは出来上がり、両替さん大関ね、上がってくれたからよかったけどね。ただ北山さんを入れちゃったから、2代北山さんやね正式に言うと。で、3日目、これがね、例のバグ回避で、そのなんていうか、マックスタの時にね、やめさせるとあんまり意味ないんですよね。番付が変動しないからと
ということで北山さんがその時に上がってたので、まあ、逆を言えばね、十条さんやったら十条さんになってたかもしれんっていうね状態なんですけど、まあ、北山さんはねまだ2年目か3年目やったからね、その方がっていうのがあったんですけどね。上がんない。さあこれはね両方1個ずつヒットさせていきたい。でこれで66でしょ。次は持続力を66に持ってきて、あと下半身に引っ張っていきましょう。先場所それをやればよかったんやけどね、上半身上げるんじゃなくてね、両替さん、あ、十条さんの場合はね。はい、はい、ごっつぁんです。これで91、あ、下からスタート。はい、4日目。あ、七条さん終わってるっちゅうね。五条さん、ああ五条さん4日目という方、下り坂で本場所か。これあるな、二場所連続の負け越しね。陣内さんとかにかなわなくなってきてるからね。さあ九条さんは順調、上がれ、上がんない。ほい、ああ引かんな。運び出しね。で、両替さんは出来上がり。ただいまさんはあと丸2年ですね、パラキープ。さあ北山さん、開始。画面五条さんが急に負け越すとはね、本当思わなかったですよね。で、翔子さんは運び足だけど、今日は引かないでね。よし、で、十条さんは運び足で、両替さん出来上がりで、花山地さんで、北山さんは、おしゃい、あと2回やね。はい、6日目いきましょう。いつも死体にね、カーソル持ってちゃう癖で。はい、九条さんは上半身、あと2回と小遣いですね。だから判断力はもうね、基本的に上げない、まあ、しばらくは。夏場所の時かな、上げるとすれば。おお、八条さん2ポイント目、素晴らしい。で、運び足で、あとは下半身だけど、あ、ちょうど、小遣い時に70になるからいっちゃいいのか、これね。まあ、妖怪さんのパラがあれやな、あの木曜やね。で、北山さん、申し合い。また次やって小遣いやね。というか、瞬発力と柔軟性すごいな。はい、7日目。よいしょ。相変わらず、カソロスちゃんにね、やっちゃいますね。
い、小遣い。よいしょ。はい、ごっつぁんです。いいよ。うん。おお、暴れた。しょ、小遣い引かないね、今場所は。上がるときは3ぐらいポーンと上がってくれるんですけどね。下半身。妖怪さんも五条さんのね、年末引退はちょっともうごめんなさい、規定路線やね。さあ、明日また小遣いですね。よいしょ、はい、4日目いきます。五条さんね、本来は30までね引っ張ろうか言ってたんですよね、あの元々はね。ただ自動的に辞める可能性もあるからね、今場所負け越したら。2場所連続やと確か引退するんですよね。さあ、九条さん上半身再開。はい、翔子さんそろそろ引かない。一応さ、3ポイント目引くとまたびっくりなんだけどね。で、花山さんまで来て、で、北山さんはここで小遣い。はい、ごっちゃんですと。うん、だからまあ瞬発力、柔軟性がね、99、98になったときにどこを攻めていくかやね。まあでも持続力高いんでね、持続力になっちゃうと思うんですけどね、もったいないから。はい、ここの紙いきましょう。心配なのは翔子さんがね引かなくなったことかな。うんね、そんな、そういうところですよね。でまだ講演会すら引いてないから、83ほんとね、取るときは3ポイント4ポイント平気でいくからね、すごいですよね。で取れんとき全然やけどね。はい、持ち足再開。これで正式に判断力が10で2桁。トカメ。ああ、また。な、絶対、先場所までの癖でね、下に持ってっちゃおうと してしまう。はい。50が目の前ですね、上半身。もう一場所粘ってくれればね、でかいんだけどね。うわー、引かないっしょ、小池さん。大丈夫か？坊主やめてや、こんな時期に。23やねんからね。もうあと2年しか伸びしろないんでね。はい、申し訳ね。11日目。まずいね、本当に塩小路さんが。まあ1ポイントだけでもっていうところはあるけどね。さあ、九条さんは次で50。うわ、上がんない。
83も、まあ2ポイント上がってるから83はね、同じなんですけどね。もう1ポイント欲しいね。83もまだあと伸びしろ期間3日あるからね。ただね、ニューの北山さんはちょっと武器長さんだけは勘弁してほしいね。まあ正規やからね、パラは上げきれるから、それはそれでね、ありがたいんですけどね。さあ上半身50入った。ああやっとや。これで、伸び悩みチームは 1,2 か。で、八条さん来たらすごいよ。あー、来なかったね。まあ、これで、ちょっと一安心。まあ、大関が詰まって、てるところに今度塩小路さんが入っていくっていう図式をちょっと期待してるんやけどねっていうか一番今優勝できるのは塩小路さんですからね。はい、13日目。まあ今場所ちゃんと変動してくれれば上がるような気がするんだけどね。今13やから53ポイントで終了か。で、来場所もし14上げれれば67か。まあまあいいとこまで行きますよね。さあこれで、明日小遣いやって、15日目はね柔軟入れとこうか1本ね。あでももう最後の小遣い、いやあと1年あるからまだやね。2回ぐらいやね。はい、花山地さんここで絶好調でしょっていうことは15日目どん底っていうことやね。ほうほう、30いかんかったね計算上は。はい、14日目です。あまたやまたカーソル下持ってた。五条さんがここで絶好調、まあ下り坂やね。九条さんのせいね。2ポイント目来ない。ああ一瞬来たかな思ったけどね。はい、小遣い。はい、ごっさんです。うん、これ考えたらね、60876543270引けるから、まあ上半身ねまだ全然やけど、幕下を起こったと途端にスタートできるね。で、今一つで、お試合、優勝。はい。では、初場所、場所前稽古、最終日。さあ、頼みたいのは、ニューの北山さんが、武器長さんじゃないこと。
頼むよ。2ポイント目来ない。あー1ポイントやったね。八条さんは上半身3ポイント目てい来ないで、どうしようかな。下半身入れとこうか。ちょっと粘り気はあるけどね。はい、で来場所の頭からね、上半身ということで幕下に落っこってくるのがね、まあ一応条件やけど。花山さん、で、もし、技研究ね。はい。器用だ。やった。はい、では、技確認して、終わりましょう。おー、器用けでよかった。おー、もう、投げを持ってる。これはちょっとだいぶね、期待できそうなタイプやね。今までにいたかな？出身どこやったっけ？茨城？あ、静岡か。あれ？かぶってないよな。なんかそこは、その辺がちょっと失敗になってきた。175の100キロ。おぉ。まあ、花山さんか。ああ、違うな。大丈夫そうやね。はい、では、これで本場所を迎えたいと思います。今年度もまたお楽しみにしておいてください。それでは、さよなら。